4つの2分法と16の性格類型を示した図表 MBTI は個人がどう世界を認識し物事への決定を下すかについての心理学的な選考を示すことを目的とした内観的な自己申告型診断テストである。被験者は外交型、内向型、感覚型、直感型、思考型、感情型、判断型、 認知型の4つの2分法を掛け合わせた16の性格類型に分類される。スイス人心理学者のカール・グスタフ・ユングが1921年に出版した著書、心理学的類型基づいて、1962年にアメリカ人著者のキャサリン・クック・ブリッグスと娘のイザベル・ブリッグス・マイヤーズによって初版が完成した。なお、ユングは、 人が4つの主要な心理学的機能である感覚、直感、感情、思考を用いて世界を経験しており、生涯のほぼ全てにおいて、これら4つの機能のうちの一つが支配的であると推測していた。キャサリン・クック・ブリッグスとイザベル・ブリッグス・マイヤーズ MBTI の診断は、科学的な心理測定の観点においては、 特に次の4つの点から著しい不備があるとされ、疑似科学として批判の対象となっている。一つ目は、測定対象を測定していない、予測力がない、一般化できる項目がないといった有効性に乏しい点。二つ目は、同じ人物にもかかわらず、異なる機会に MBTI を受験すると異なる結果が出て、しまうという信頼性に乏しい点。 三つ目は、互いに相関する特性を独立したものとして測定しているという点。四つ目は、神経症傾向という特性が含まれていないため、性格診断において包括的なものではないといった点である。一方、MBTI で使用される四つの二分法は、より一般的に受け入れられているパーソナリティ理論の枠組みである。 ビッグファイブ性格特性の4つの因子とある程度は相関している。ブリッグスとマイヤーズは4つの2分法が良いや悪いではなく人間の本質的な好むという選択を表したものであると理論付けている。言い換えれば右利きの人にとって左手で物を書くことが難しいのと同様に人が自分と反対の選考を 難しいと感じる傾向にあるものの練習と発達を繰り返すことで柔軟になることができる。また各二分法に使用される用語は専門的な意味を持つため日常的な用法とは異なる。例えば、知覚よりも判断を好む人は必ずしも批判的であったり洞察力が低いわけではない。同様に内向よりも外向を好む人が必ずしも 外交的であるということでもない。それは単に一つの選考が他のものより優先されていることを示しているだけであって危機器によって測定された絶対的な適性というわけでは決してない。名称については公式ウェブサイトを参照。マヤーズによると人は8つの認知機能のうちの4つから構成されたダイナミクスを持っている。4つのうちの一つは 他の三つよりも高度に発達しており、これを指機能と呼ぶ。指機能は幼少期から最もよく使われてきた機能であり、行動する上で最も重要な役割を果たす人格の核となっている。そして指機能を使うことによって人は効果的に能力を発展させる傾向にある。この機能は補助機能と代替機能によって支えられている。 最も意識の低い劣等機能は、主機能と対をなす存在であり、マイヤーズは、この機能を、影と呼んでいた。八つ、認知機能は、思考と感情を表す、合理的機能と、感覚と直感を表す、非合理的機能で構成され、いずれも、外交もしくは、内交と連動している。例えば、主機能が、外交直感である人と内交直感である人とは、 非常に異なる方法で直感を使用していることになる。4つの機能体16の正確類型は、各2分法での先行を示したアルファベットのイニシャル4文字で表される。それぞれの類型には、主機能から列島機能までの4つの認知機能からなるダイナミクスが対応しており、補助機能と代替機能を組み合わせた4つの機能体によって組み分けされる。 主機能と補助機能を表した相関図4つの気質アメリカ人心理学者のデイビッド・カーシーはプラトンやアリストテレスといった古代ギリシアの哲学者を参考に MBTI による16の性格類型とドイツ人精神科医のエルンスト・クレッチマーによる3つの気質を融合させた新たな分類法を完成させたこの方法によると十六の性格類型は四つの 気質へと組み分けられ、それぞれに役職名が与えられる。なお、カーシーの気質分類は、無料診断が可能な非公式のウェブサイトを通じて、広く知られるようになったものの、MBTI の公式の解釈ではない。デイビッド・カーシー名称については公式ウェブサイトを参照。MBTI と同様のタイプ表記を用いた。 性格診断を無料で公開しているウェブサイトが存在するが、それらはいずれも MBTI ではない。また、それらの中にはタイプ間の相性を診断結果に併記しているものが参見されるが、これについても MBTI とは異なるものである。本来 MBTI には相性論は存在しない。一方、MBTI と同じく、 カール・ユングの性格類型論に基づいた姉妹理論であるソシオニクスにはユングの8つの心理機能の働きを構造化しそれによってタイプ間の関係を定義する研究が存在する表記や理論の一部に類似性があるため両者は混同されることがあるが実際には MBTI とソシオニクスはユングの類型論をそれぞれ異なった解釈によって 取り入れ発展してきた理論であるため互換性はない。ソシオニクスの関係性理論を MBTI に持ち込んで相性論として語ることは間違いである。心理計測法としての MBTI の妥当性はたびたび批判の的となっていた。MBTI に関して公表された資料の3分の1から2分の1は MBTI で研修を実施しその売り上げから資金を得ている。 心理学タイプ応用センターの特別会議や、マイヤーズ・ブリッグスの提唱者と指標の販売を行っている心理学タイプジャーナルから発表されている。このことは批判的な調査が不足するとみなされていた。実際に MBTI を支持する研究の多くは方法論的に弱いか非科学的である。ガードナーとマーティンコによる1996年のレビューでは、 タイプの先行と管理の有効性との単純化された関連性を乱す努力は期待外れであることは明らかである。実際、研究の質の違いと一貫性のない結果を考えると、この関係について決定的な結論を導くことはできないと結論している。心理学の専門家であるロバート・ホーガンは、ほとんどの性格心理学者は MBTI を手の込んだ。 中国のフォーチュンクッキー以上のものではないと考えていると書いている。また、アメリカ心理学会が発行しているアパ心理学大辞典では MBTI の項目で批判がされており、心理学研究者の間ではほとんど信頼性がないと記されている。MBTI やこういった類の検査は、医学雑誌上では数ある事故発見、流行の一つに分類されている。 それは、その持続的な人気のため、どちらのチャクラや星座が支配的かといった二項質問の仕様と、MBTI の類似した診断のようなものと同程度のものとみなされる。さらに、バーナム効果に依拠しているエニアグラムや単純なお世辞とも似たようなものであり、診断を受けた人は確証バイアスのために、診断結果に適合しようと試みる。性格特性で見られる。 正規分布。外交性で例えれば、右端の極端に外交的な人や左端の極端に内交的な人は非常に少なく、大抵の人は中央に位置付けられる。MBTI が想定するバイモーダル分布。中央の人数が少なくなっている。4つの次元の節に記載されているように、イザベル・マイヤーズは先行の方向が先行の、 程度よりも重要であると考えた。統計的には、これは、各 MBTI 尺度のスコアがに法性分布を示し、大部分の人々が尺度の端の近くに位置づけられる。つまり、人は例えば外交的、または内向的な心理学的タイプのいずれかに二極化する、ことを意味している。しかし、大部分の研究では、個々の尺度のスコアは、実際には、 正規分布と同様に中央にピークがある形で分布していることが明らかになっており、大多数の人々が実際には尺度の中央に位置しており、したがって明らかに内向的でも外向的でもないことが示されている。ほとんどの性格特性は低い人から高い人へと正常に分布しており、約15%の人が低い人。 約15%の人が高い人、そして大多数の人が中程度の人である。しかし、MBTI のスコア化にあたっては、各尺度の中央で境界線を作り、境界線より下のスコアをすべて低タイプとして分類し、境界線より上のスコアを反対タイプとした。しかし、むしろほとんどの人が連続曲線の中央付近にいるため、 精神測定学的評価研究は、類型論の概念を支持していない。しかし、に法性がないことによって、MBTI を開発した人のパーソナリティのカテゴリー、タイプの、理論ベースの過程が無効であることを必ずしも、証明するとは結論付けられないが、MBTI スコアの IRTE ベースの研究に、実証的に法性がないことは、彼らの立場を擁護して引用する。 類型論支持者に以前は利用可能であった潜在的に強力な一連の証拠を実際に捨て去ることを意味する。MBTI 支持者の中には MBTI へのタイプのダイナミクスの適用はそれを支持する実証的証拠がほとんどない論理上のカテゴリーの誤りであると主張する者も,もいる。それよりも心理測定ツールとしての MBTI の妥当性は それぞれのタイプカテゴリーが独立していて二分法として見られる場合に最も高いと主張している。MBTI 尺度の内容には問題がある。1991年に米国科学アカデミーの委員会が MBTI 調査研究からのデータをレビューし、IE 尺度のみが他の測定法の同程度の尺度と高い相関を有し、異なる概念を評価するために設計された。 測定法では低い相関があるという結論を下し強い妥当性を示した。対照的に SN と TF 尺度は比較的弱い妥当性である。1991年に審査委員会はその時点でキャリアカウンセリングプログラムにおいて MBTI の使用を正当化するのは難しく MBTI はよく計画された研究ではないと結論した。 この研究では基準に関連する妥当性に基づいて妥当性が測定された。委員会は MBTI の人気と科学的価値が証明されていないのにこの測定法が人気を集めるのは厄介なことであると述べた研究結果との矛盾を強調した。特に MBTI 項目に対する個人の回答から得られた四つの文字からなるタイプの有用性について主張するには 根拠が不十分である。MBTI の正確さはその人の正直な事故、報告次第である。MBTI は、16PF 質問表、ミネソタタメン人格目録、人格評価尺度などの一部の人格質問表とは異なり、誇張されたあるいは社会的に望ましい反応を評価するために妥当性尺度を使用していない。その結果、 別のタイプの結果を出そうとする人は、自身の回答を偽ることができる。そしてある研究では、MBTI の判断、知覚の次元が、愛前区の人格質問表と弱く相関することが、分かった。もし回答するとしたら、何か失うものがあるのではないかと恐れて、彼らはそうするべきだと思って回答する。しかし、MBTI の倫理ガイドラインは、 MBTI 診断の結果が就職応募者の選別に利用される場合、その人たちに MBTI の診断結果を求めることは非倫理的であり、多くの場合法であるとしている。MBTI の意図は個人差を理解するための枠組み、そして個人の発達における動的モデルを提供することである。MBTI の再試験信頼性は低い傾向にある。 回答者の39%から76%が5週間後に指標を再測定すると異なったタイプに分類されたという調査結果がある。フォーチュン氏の MBTI に騙されたことがあるだろうかという記事にはこう書かれている。フォーム G で測定した各2分尺度内では9ヶ月以内に再検査した場合には約83%。 9ヶ月後に再検査した場合には約75%の分類が同じままである。9ヶ月以内に MBTI を再検査した人の約50%は全体的に同じ型のままであり、9ヶ月以上経過しても36%は同じ型のままである。フォームウェムについては MBTI マニュアルはこれらのスコアが高いことを報告している。ある研究では MBTI 評価によって割り当てられたタイプと自分の好みのタイプを比較するように求められたところ、同じタイプを選択したのは半数にとどまった。MBTI に関する批判は、MBTI の有用性に関する疑問ではなく、その期限の妥当性に関する疑問に帰着すると論じられてきた。MBTI は人格の信頼できる測定法であると主張する者も,もいる。 その人物によると MBTI はすべての指標と同様にサンプルの特性と試験条件に依存したスコアをもたらすということである。MBTI で使用される用語は非常に曖昧で一般的であると批判されてきた。MBTI 形式の記述は簡潔であるが特徴的で正確であると主張する者も,もいる。デイビッド・カーシーのように MBTI の記述をさらに詳細に拡張した理論家もいる。例えば、カーシーの4つの記述に関する記述は、MBTI の性格タイプと相関しており、言語使用、知的思考、教育的及び職業的関心、社会的思考、自己イメージ、個人的価値観、社会的役割、特徴的な手のジェスチャーに関して、その記述が、 どのように異なるかを示している。ある研究では、JP 尺度と SN 尺度が互いに相関することが発見された。大学生を対象とした因子分析研究では、4つの次元とされるものの、代わりに6つの異なる因子が見出され、MBTI の構成概念妥当性に疑問が投げかけられた。ハンスアイゼンクによると、MBTI の主要な側面は、 いい愛と呼ばれる。これは、ほとんどが社会性尺度であり、うーん、うん、ぴの社会的内向性尺度と愛前区の外向性尺度と非常によく相関している。残念なことに、この尺度には、神経症的傾向もあり、これは、内向的な側面と相関している。この内向性は、とほぼ相関する。支配力がある場合は、44、攻撃性がある場合は、 24、屈辱がある場合は。37、カウンセリングを控えている場合は。46、自信がある場合は。52、個人調節がある場合は。36、共感がある場合は。45である。内向性と神経症的傾向の重複を解消する尺度を作れなかったことは、MBTI の最悪の特徴であり。 尺度の項目の配置をテストするために因子分析を使用しなかったためであるという、ありがとうございます。